ブチギレ宇治原ブチギレお悩み相談室。あのインスタでなちょいちょいあるんだよ、悩み相談みたいなの。だからまあちょっと今日は企画として、俺があのブチギレお悩み相談っていう形で解決しようということで、何人かに実際インスタのビデオチャットで話聞いて、まあお悩み相談していこうかなと思ってるわ。じゃあお前らもう本当に行くぞ。オッケー、もう行っちゃうぞ。オッケー、じゃあかけます。こんばんはなんでこんばんはのタイミングでどっかに向けたんだよカメラじゃあ早速だけど今日の悩みは何？宿題、学校の宿題が多い。学校の宿題が多い。それが嫌だ。遊びたい。なるほどな。なんか将来の夢とかあんのか？それもない。あんまりないのな。あの全然俺と喋れて嬉しそうじゃないけど大丈夫か？マスクの下では笑ってる？ああならいいけど。じゃあ結論言わせてもらっていい？遊べ！いいか？遊んで勉強なんか無視して遊べばいいんだ。お前が遊びたいんだったら。でその先に、ああやっちゃったと、勉強しとけばよかったって思う未来が来るかもしれないし、遊んでよかったって思う未来、どっちかが来んだよ。それ当たり前だけど。なんでこのタイミングで止まるんだよ今一番重要なとこだぞ。汗聞こえるか？あのな、だからまあもう今お前のやりたいこと全力でやって、それでダメだったとしても、それはな、もう今お前の年だったら全然経験になるから。だからお前のやりたいように動いた方がいいぞ。これはね、ふざけてない。マジだ。ちょっとうるさいな、なんかサイレンが。駅の。なんでそこ選んだんだよ、お前は。とにかく自分のやりたいことだけやれよ。もうマジでそれで生きていける時代だから。はい、どうだ？それ聞いた感想はどうだ？うんうんって感じだな。おっじゃあちょっとこれが俺の結論だわ。なんか最後言いたいこととかあるか？あ、頑張ってください。ああ、ありがとう。じゃあ終わりだ。ありがとうな。さよなら。こんばんは。こんばんは。何おかしいんだ、お前。いや、喋れるなと思って、すっごい面白いっす、ね。ああ、嬉しさからな。なんて呼んだらいいのかな？じゃあ、名字で、おにきって呼んでください。おにきな。はい。職業は？職業、俳優やらせていただいてます。俳優です。おー。じゃあ、悩みを早速聞かせてもらっていいかな？はい。僕の悩みは、初めてまだ芸能活動始めて2年なんですけど、2年、めちゃめちゃお仕事いただいて、去年も CM6 本とかで、今年もまだ途中なんですけど、5本、CM 出させていただいてて、映画も来年の撮影なんですけど、メインで一応決まってるのがありまして、おいそれなんですけど、まだでもそれぐらいのレベルだとまだそれだけで生活できなくて、で一応人生の保険みたいになってちょっと恥ずかしいんですけど、大学も一応通ってて、いつまで挑戦していていいのかなってい う, もうガチの相談があります。なるほどな。俺思うけど、芸人とか俳優とかさ、なってもなったことに満足して、それで25ぐらいまで結局実はマジで何もやってないまま進んで、で25ぐらいから本気出し始めてとかってやつマジいっぱいいるんだよな。はい。でまずその自分的にはどうなん、今向き合えてんの？今はもうかなり自分の全部を注ぎ込んでて、遊びよりももう何よりも一応優先してやってるんで、
もう 100% 出し切ってるつもりなんですけど、そんなまともなやつがここに来るな問題ないだろ、そんな形しっかりしてたらじゃあもうなんとなくで自分の中でこんぐらいかなっていうのあんのか。そうですね、自分で年齢決めてて、ああ自分では、まあ、ふと思ったんですけど、まあ、なぜか27歳までは絶対にチャレンジしてたいなっていうのはあります。ああなるほどね。もうこんなこと言ったら元も子もないけど、別に40で売れる人だっているしさ、うん、いくつまでやった方がいいよなんて正解はない、ねえから。はい、27までやるって決めたんだったら27にした方がいいな。わかりました。でも27でやめるために別に決めるんじゃなくて、もう絶対いけると思って自分は信じて27まで、え、あ、いや今ももういけるとは、あの自信がありますめちゃめちゃ。いいじゃねえかよ、はい、じゃあもうその気でやった方がいいぞ。なんかその終わりなんか意識する必要ないぞ。でまあ一応とはいえ何も考えないのもやばいから、27までに結果を出すと、そしてダメだった時のパターンのも完璧にすればより今目の前のことに打ち込めるから。はい、何普通のこと言ってんだよ俺めっちゃしっかりしてる。期待してた感じと違うだろういやちょっとなんか普通のお母さんに相談してるみたいな。ちょっとじゃあお前がなんかじゃあお前がまともな悩み、なんかすごい悩みすぎるんだよそれまあでも俺は決めてなかったぞ何にも。そのやめるってもう一切俺はだけど、もう やめるなんて無理だから。なぜならもうその、はい、普通の社会で生きれる人間じゃねえからな俺は。いや僕も同じ意見で、多分やってけない、社会とちょっとやってけない気がするんで、もうやめる気はないです。じゃあやめるなや。じゃあ27設定するなもうじゃあもうほんとそうだな、設定するな、もう全力でやった方がいい。わかりました。ああとりあえずそれはじゃあいけそうか。それでいやもう設定しないでもう自分の中で解決しました。ああもうでもいけるぞそんだけ今来てたら。はいわかりました。で、悩み他にはもうないのか。そうです、まあ日頃の小さい悩みはありますけど、ああまあちょっとさっきよりはかなり質が落ちちゃうんですよね。んじゃあ黙れもうそんな質の低いのいらないんだこっちは。でもちょっと一応相談はしたくて。なんだ、じゃあ一応言ってみろよ。あのその今まあ生活それで一本でできないって言ったじゃないですか。ああで、まあ一応バイトもさせていただいてて映画館でしてるんですけど。ああいいじゃないか。あのフリーターの方いるじゃないですか、普通にバイトで、まあ、30歳とかでバイトだけやってる人っているんですけど。はいはいはい。なんか僕がちょっとまあミスはしてしまうんですけど、おなんでフリーターの人に僕怒られなきゃいけないんだろうなっていう、ちょっとなんでお前に言われなきゃ。フリーター一本のやつにな、はい、まあそうだよな。なんか俺の方が絶対にめちゃめちゃ力注いで頑張ってんのに、なんであなたに言われなきゃいけないんですかっていうまあ確かにな。まあでもそのお前の頑張ってる尺度とベクトルとその人のベクトルが一緒なら比較していいけど、その人とベクトル違うだろ。間違いなく違いますね。じゃあもうそれはもうそのもうそれは無理よ。それは映画、はい、映画館スタッフとしての関係性だけで向こう怒ってきてるから、もうそれはお前の今の理論通用しない。もうそうですね、気持ちはわかるけど。はい、悪いな、なんかあのズバンと言っていや、あの一つ目の質問がすっごいもうバシッともう来てるんで。あ、そう？え、めちゃめちゃ来てます。あ、よかったわ。っていう回答をまだ誰にももらったことなかったんで。じゃあ全力で行って。はい、ありがとうございました。またなんか悩みあったら送ってくれ。はい、たくさん送ります。はい、じゃあな。ありがとうございます。はい。こんばんは、ブチギレウジャラです。こんばんは、兄貴。兄貴じゃないのよ、別に。じゃあちょっと、こんばんは。え今、あれ、ティーバッグ履いてるんで。ちょ、お前やめろ、お前どうだっていいんだよ、お前が別に何履いてるかとか映さないんだから、一切じゃあ、名前はなんだ。アキラですね。アキラだな。じゃあ、アキラは、今日の悩み、あ、じゃあ、職業、年齢だけ一応聞いていいか。職業は、事業主。事業主。個人事業主をやってると。そうそう。あの、いつも、スパチャしてくるやつか。そう。お前、今日ちょうど TikTok に上げたよ、お前の。そうだよ、上がってるよ。
バカな金持ちアキラっていうタイトルであげたよ。なんで笑ってんだバカって言われて。従業員がかわいそうだからやめてもらっていいですか。従業員にまずバレないように生きろ。そこら辺は俺の問題じゃないわ。それは従業員も見てる。従業員も見て、もうクソ会社じゃねえかよ。なんで潰れねえんだよ。で、一応年齢は？あ、28歳。28、28で社長って、お前みたいなやつが悩み相談してくるな、こんな底辺に。順風満帆だろうが。な、悩みあんのか？悩んでるんですよ、悩んでる。なんだよ。ね、バツイチなんだけど、おう、そう、結婚できなくて本当に悩んでる。ほう。バツイチだけど結婚できないと。できない。そう。じゃあその前の奥さんはどうやって出会ったの？あ、まあね、高校1年生の時に、おう、出会って、おう、高1、高2、高3って付き合って、卒業して結婚した感じかな。お前みたいな、なんか、もう、出てけ。順風満帆じゃねえか、お前。え、順風満帆すぎる。お前絶好調じゃねえか、お前。そんな純愛貫いて。離婚しちゃった。まあ、そうか、離婚。それ、離婚原因とかは軽く言えるの？俺の不貞行為。お前の不貞行為かよ。まあ、しょうがないな、社長になったら、そりゃ。社長になる前。なる前かい。なるほどな。じゃあまずその出会い、出会いか一番重要なの、まず。出会いが一番重要。マジで遊んでないの一切。遊んでない、ほんと遊んでない。もうね、ほんと飲みにも行ってない。ほんとデリヘルぐらい。なるほどな。でもぶっちゃけなんかそういう出会いの場行ったら社長な時点で顔もね、いいしモテそうだけどな。いやいや、本当に、ね、社長って言っても、本当に、もうちっちゃい会社で、もうなんか、もう何もできない。いや、でもすごいんだよ、俺らからしたら。普通のな、人からしたらすごいんだよ。あ、だから、強みはあると思うんだよな、まず。だ、出会いの場だよな。そう、出会いの場。でも、やっぱり、だから出会いの場は、やっぱりこういう、なんだろう、プチギュウジハルの、配信の中で見つけていこうかな。いい、あるわけねえだろ。F 美奈子しかいねえわ、女は。じゃあ出会いだな。出会い。お、これ出会い、ちょっともうガチのやつ言うぞ。マッチングアプリだよ。